赤お帽子インコは、オウムメインコ科に分類される鳥類。ブラジル固有種全長35から37センチメートル。尾葉は短い。全身は、緑色の羽毛で覆われる。頭部は赤、顔は淡い青紫色の羽毛で覆われる。中央尾葉先端は黄色。翼は、羽毛の外縁が黄色で、風切りは先端は暗色。目の周囲には、羽毛がなく、単成色の皮膚が露出する。 くちばしの色彩は白色。主に標高200メートル以下にある規定が砂の森林や臨床が水没した森林、マングローブ林に生息する。植物や水を求めて放浪するが、非繁殖期にも内陸部の斜面へ向かい、短距離を移動する。植生は雑食で、果実、種子、花やその蜜、昆虫、蜘蛛などを食べる。繁殖形態は卵生。 旧翌2月に枯れ木の軌道や水面から100から150センチメートルの高さにある生木の軌道、シロアリの巣などに1回に3から4個の卵を産む。放卵期間は27から28日、育数期間は約55日。開発による生息地の破壊、家畜との競合、娯楽としての狩猟、ペット用の乱獲、温暖化による、 海水面の上昇などにより生息数は激減している。ブラジルでは法的に保護の対象とされているが密漁されることもある。1997年における生息数は3500から4500羽と推定されている。サンパウロ州での1993年における生息数は1550%、パラナ州での1987年における生息数は 約2000話と推定されている。ありがとうございます。